当機はあと10分で到着します。着陸までの間シートベルトの着用をお願いいたします。今頃キリュウがどんな顔をしてるか見てみたいもんだぜ。でもこれで白鵬界の実力も分かったでしょう。ああ、ここから先いよいよ峰会長の時代が来るってことだ。東京に戻ったら今晩セッティングしましょうか。何をだ。これでもう峰会長の7代目は決まったも同然です。桐生に一泡吹かせてすっきりしたついでに7代目就任の前祝いですよ。まあいいだろう、会長も喜ぶ。でも6代目もガードが甘すぎでしたね。ずいぶんあっさりと打たれたみたいじゃないですか。そうだな、まあ若い分トップとしての意識も甘かったってことだろう。まあ6代目も所詮は坊ちゃんだったってことだ。まあ今じゃ死人も同然だがな。まったくです。なんだって。ああ会長、こいつが峰会長のお祝いをぜひと。何かめでたいことでもあったか。うう、そりゃだって。うわ、何がめでてんだ。六代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。ああ、めでてってえのか。あんたはこれで沖縄と東京を1時間で行き来していたのか。ああ、そうだ。これを使えば1時間もかからんよ。本当に今すぐ行くのか。ああ、力也との約束だ。俺は峰と決着をつける。世話になったな。何をしてる。まだ全てが終わったわけじゃないだろう。お前がミネを倒し、俺がリチャードソンを捕まえた時、その時までこのシェイクハンドは取っておこう。では行け。お前たち二人でいいんだな。ああ、一緒に行ってくれるか、ハルカ。うん。俺は後から向かう。病院で堂島大吾を見つけたら屋上に向かえ。俺は救助のヘリを回す。分かった。気をつけてな。じゃあ病院の屋上で待ってるぜ。6代目。会長、リチャードソン様からお電話です。ある。 OK ガーリー。 No, there's no change in the plan.
バイ。桐生さんが沖縄を出たようだ。あと少ししたらここへ来るだろう。いかがいたしましょうか。別に気にすることはない。奴らが到着したら全てが終わる。おじさん。なんだ。おじさん、今から大吾さん助けに行くんでしょ。どうして私に一緒に来てほしいって言ったの。いつもなら私が行くって言っても止めるのに。おじさん死ぬつもりなんでしょ。もう死んじゃうから、最後になっちゃうから私のこと連れてきたんでしょ。ごめんな、はるか。え？もう一度お前とこの街を見ておきたかった。おじさん。すまん、俺がわがままだった。やはりお前は沖縄に。大丈夫、私すごく嬉しい。はるか、本当だよ。嬉しいよおじさん。すみません。Hi.
さん。白鵬会の連中か。急いでるんだ。通させてもらうぜ。そうか。じゃあ死にてえやつだけかかってこい。Yeah!
Let's go.
ふざけやがった。